が私の日本での最後の晩餐でございます。悲しいことが多すぎました。ヨーロッパへの演奏旅行で全てを忘れたいと思っております。明日の出発まで皆様と一緒に過ごしたいと思います。どうぞ朝まで私の演奏やおしゃべりでお遊びくださいまし。食材を。はい。あれはストラディヴァリの音ですよ。小早川涼子さん、あなたに殺されました。コンペで私に負けた悔しさに、あなたは私を刺し殺しました。何だって？嘘！嘘よ。彩子さんは恐怖の仕業だった。いいえ。彩子さんはあなたをかばったのよ。偽証して恐怖の仕業に仕立て上げた。その彩子さんも、あなたが殺した。後のことお前さんが知ってるはずない。あなたは幽霊じゃなく生きてる人間ね。あの恐怖王とかいう男でしょ。顔見せなさい。崖から落ちて死んだはずだと言いたいのかな。そう、君が殺したと。しかし僕は死ななかったのさ。さあ、全てを打ち明けていただこう。恐怖王が人を殺すはずがない。絶対にありえない。ストラディヴァリは確かに恐怖王が奪った。だが王の前の命を奪ったのは君だ。謎解きご苦労様。しかしその謎解きは君のじゃない、僕のだ。君は僕の顔を盗み、声を盗み、推理を盗んだ。君こそ僕の顔と声を盗んでるな。君は誰だ？恐怖王か？どっちが、どっちが本当の明智さんなの？私をさらって脅迫したね。君、涼子さんに近づくなと。そして僕に化けて君が涼子さんに近づいた。涼子さんをどうするつもりなのかね。
恐怖王冠。探偵の君にできないことをするのさ。この人を助けてあげるのさ。助ける？私を？私を人殺しだと告発したあなたが。俺は人を殺さない。それだけは世間に知らせとかないと俺の美学に傷がつくんでね。昨夜はわざわざご招待ありがとう。あなたの隠れ家の盗品は全て回収しました。もう君たちは逃げられないぞ。危ない。また会おう。必ず。待て、逃がすな。ロース、待て。私逃げません。このストラディバリで最後の演奏をさせてください。しますか、記録に。バイオリンと美女の事件。いや、怪しいメロディーの美女の事件。後の方がいいですよね、絶対。先生、それでいいですか。この事件は本当に解決したんだろうか。また、いつもそれだ。解決したじゃないか。犯人は分かり、盗品は全て戻り、恐怖王は逃げたよ。必ずまた現れる。勝負をつけに現れる。その時こそあいつが終わりの時、年貢の納め時さ。小早川涼子も死んだ。罪を暴いても人を救えなかった。